皆さんおはようございます。中上不動建設の角田です。本日はですね、あなたに合うお部屋の向きと階ということでお話をしてみたいと思います。まずですね、一般的にとても人気があるのがですね、南向きのお部屋となっておりまして、家族でファミリータイプの物件を探している方に大変この要望が多いんですけども、やはり育ち盛りのですね、お子さんとかいっぱいいらっしゃると、洗濯物の量とか大変多いんで、そんな理由から、あと日当たりとかですね、南向きという方が多いんですけども、果たしてですね、南向きのお部屋が全員に合うかというとですね、そうではないと思います。それで例えばなんですけど、東南角部屋というのがよく人気が、一番高いなんて言われるんですけども、例えば周りにですね、建物が囲まれてしまっている場合などの場合はですね、むしろ北向きのお部屋の方が、明るいなんていうこともあります。で、日本では北向きというとですね、何か縁起が悪いというような、イメージもあるようなんですけども、例えば海外のフランスなどではですね、家具などをとても大事にする方が多いせいもあると思うんですが、北向きのお部屋の方がむしろ人気が高いというようなお話も聞いたことがあります。またシングルの方におかれましてはですね、それぞれ、ライフスタイルというのがあると思います。例えば朝早くから起きてですね、いろいろ活動がするのが好きな方については、むしろ東向きの方が、おすすめとなりますし、逆に、夜のお仕事とかでですね、起きるのが、お昼とかもう午後になってからというような方の場合は、むしろ西向きのお部屋の方がですね、合ってるという場合もあります。それとですね、1階はどうしてもパスという、イメージですね、1階は怖いというイメージをすごいお持ちの方がいらっしゃるんですけども、1階部分といいましても、実際は地面からですね、高い位置にあったりとか、あとその下に車庫があったりするお部屋があったりとかですね、また1階でもフェンスとか植え込みとか、防犯がしっかりしている物件がありますので、一般的にネットとかでですね、物件を探す方が多いと思うんですけども、1階だからといって全部パスしてしまうと、いい物件を見逃してしまうことがあると思いますので、その点ご注意された方がいいと思います。また小さいお子さんがいらっしゃる方やはやっぱり騒音面でも1階はおすすめですし、また年配の方にもですね、1階はいいと思いますので、1階だからといって気嫌い、全部パスというのは良くないかなというふうに思います。車とかやのですね、工業部品と違いまして、不動産の場合はですね、世の中に一つしかないというのが特徴となっておりまして、やっぱりポータルサイトの文字情報や写真だけではなかなか物件の良し悪しというのはですね、判断しづらい場合がありますので、ぜひですね、お忙しいと思うんですが、物件探しの際は現地に足を運んでいただくことを、お勧めします。最後になりますけど、不動産のですね、業界の特徴といたしまして、オープンマーケットになっておりますので、他の業界と違いましてですね、他社さんの物件も紹介できるっていうことがあります。ですから、もし例えばネットなどで他の不動産屋さんから出てる情報なんだけども、ちょっと不動産屋さんも知らないんで心配だなぁなんていう場合は、うちに声をかけていただければ、ほとんどの場合はご紹介できますので、その際はこちらも、いい点だけですね、ベラベラしょあのしょするんではなく、メリット他にもちゃんとデメリットもちゃんと、ご説明して、お客さんのお役に立てるようにですね、努力をしたいと思いますので、ぜひ当社をお気軽にご利用いただければと思います。
本日は以上です。どうも見ていただいてありがとうございました。